おお、これ買ってよかったな。これは5点満点中5点ですよ。ああ、なるのか。おお、クリア。いい。スイート。セブンイレブンまでね、行ってきました。私多分コンビニ行ったの、1ヶ月以上ぶりですね。コロナのせいで、お店に入るの怖くって。でもね、これ、もうね、マリクア欲しさに、コロナの危険を犯して、買ってきました。通常報から行きましょうかね。スイートの通常号はマリクワのミニリュック。おー、ちっちゃい。こういうことでしょ。すっごいちっちゃいね。あ、ちっちゃい方がかわいい。もうそもそも機能性を求めてないです、マリクワ。あ、ちょっとなんか臭いの。あ、ちょっと出来たての匂いがする。めちゃめちゃ臭いとこまではいかないけど、外で一回干しておいた方がいいと思います。この小ささです、かわいい。でも、ね、マチっていうのかな、厚みが結構ある。おお、厚みがこんなにありますね。リュックの紐は、そんなにね、太くないんですよ。だけど、まあ、細くて可愛いかな。機能性より見た目重視で選びました。マリクワだし。ポリエステルか。なんか水弾いてくれそう。そして、正真正銘マリクワのロゴです。デイジーさん。なんかゴムっぽい印刷かな、薄くゴムっぽい印刷で、一応引っ掛けるところがあります。アジャスター付きで長さ調整も可能です。チャックは本体のチャック、ポケットのチャックで、本体のチャックはダブルジップですね。ポケットのチャックはシングルタイプのジップ。本体からいこう。あ、まあ普通かな。まあまあ滑らか、5段階で4ぐらいで、見えないと思うけど、中に何もポッケもなくて、中の匂いもね、少しするから、これは蓋を開けて干しといた方がいいと思います。測る？だいたい9センチぐらいかな。だいたい9センチぐらい、本体の厚みがね。外のポッケはね、多めにとって3センチなんだけど、内側事実上 2.5 ぐらい。ポッケの内側も何もないです。で、内側の素材が、少しゴムっぽいテカってる。これもなんか撥水加工っぽいけど、内側撥水してもね、っていう感じです。本体は、この500のペットボトルが、入ると、このサイドから見えるかな。このぐらい。余裕がありますよね、まだ。外のポケットも結構ね、大きいんですよね。これはね、買って正解。だって、これムックじゃないから1000円ぐらいじゃないですか。いくらだっけ？今回1000円ですね。よかった。これなんかもう一個買ってるから、後で届くんだけど、これ買ってよかったな。しょってみる、本当にね、そんなに量入れない。こうやって、はい。よく見えてるかな。なんかこれって例えばそのお出かけするときに、車でお出かけする方は基本車の中に物を入れといて、でそこで例えばショッピングモールに行きました。で、現地でお財布とちょっとしたものとか、鍵とか、タオルハンカチ入れて、お買い物をするとき、いっぱい荷物多くなったらば、車に入れればいいみたいなときは、こういうのでいいんじゃないかな。現地でちょろっと貴重品だけ持って出るってときのサイズ感かなって思います。うん。でね、これの、造感がまたすごい可愛くて、造感なんかセブンで売ってるもの、セブン限定のってむき出しになってるっていうのかな、ビニールのところで見えるっていうのかな。造感っていくらだっけ。造感は1280円。これです、目的は。もう一個買おうかと思ったんだけど我慢したね。なんかこれ1個を大切に使おうと思うし、もしなんか欲しかったらばマリクワのウェブサイトとかマリクワのお店に行って、ね、またマリクワのお店でいろいろ買えるから、じゃん。
通のポーチだけど、マリクワだからね、しっかりしてる。デイジーさんが、なんて言うんだろう、ちょっとね、ベージュっぽい。真っ白じゃなくてベージュっぽいです。で、表側にはマリクワのロゴ。これはね、あ、片押しだ。片押しで、ゴールドのインサート。チャック重要。これは滑らかだ。これね、おー。これは5点満点中5点ですよ。お、すごいいい。ブックじゃないのにここまでいいって本当に素敵。もう一個買いたくなっちゃったけど、うん、なんかね、厚みを感じる。しっかりしてる。なんかこれだけでフロック1個としても全然いいと思う。猫ナイロンでポッケとか特にないけどね、思うのなんかやたらと高機能にして作りが雑になるよりもシンプルでもいいから一個一個丁寧にきちんと作り込んでほしい。あと2つミラーね、可愛いよね。もうこの時点で可愛いよね。なんかどっかに引っ掛けられる、こういう丸いのがついてる。おー、クリアのね、ペリペリが、はーい、こういうちゃんとクリアですよね。薄いピンク、サーモンピンクかなのベースにブラックのデイジーさん、いい。そしてこれどうなってんのかなと思ったんだけど、サーモンピンクとブラックの半分個ずつでこんな風に立てて宣伝してたんだけども、あー、なるのか。これも5段階で5です。すごいいい、今回品質いい。もう1個買ってこようかな。これペンケースとしても使えるけど、ランバンのペンで、でね、普通にこうやって入るけど、なんかメイク筆、メイクブラシとか入れるのにもいいかなと思っております。そう、このね、裏はね、このナイロンのやつね。でもなんかこういうのって、1個を大切に使った方がいいかな。っていうのと、あとね、マリクワのお店に行けば高いけども、こういうのは手に入りますので、まあこれはこれで1個を大事に使います。よかった。今回のマリクワのは通常も増加もお値段以上。次号、これもすごいいいね。スイートの通常号はピンクのポーチかな、スクエアバッグにロゴストラップがついてて、私このロゴストラップが欲しい。この前の付録でこれと似てるかな、多分似てるかもしれない。増加はミニサイズのステンレスボトル、デザインは大地三浦さん。これね、可愛いですよね。はい、それは2個買えますよね。このマリクワのリュックサックは公式でまともに買うと1万5000円前後します。もちろんあの材質とか大きさとかポケットの数とかの違いはありますけれども、まあ1万5000円ぐらいのアイテムが主流です。ラウンド型のポーチもすごいいっぱい種類売ってるんですけれども、だいたい3000円半ばから4000円半ばぐらいのが主流ですね。マリクワはペンケースもいっぱい売ってます。だいたい3000円台が多いですかね、2000円後半から4000円台。あとね、ミラーも通常売ってます。スタンド式の大きいのはさすがに3000円超えですけれども、ミニサイズのコンパクトミラーですら1500円を超えてます。私が今マリクワのラインで注目しているのがアイオープナーという、120色もカラバリがあるアイカラー。ラメとかグリッターとか、まあ、パールとかいろんな質感でこれだけのカラバリがあります。私が注目しているカラーはグレイ、これはシルバーパール、そして締め色のグレッシュ、ウォルナット、あとはキラキラするグリッターベージュで、下まぶたにちょっとピンキッシュホワイト。ミクワって何気に細かい説明がホームページに書いてあって、どうして素晴らしい粉質に仕上がってるかっていう種明かしを図解で説明してくれてるんですね。で、例えば液体成分を一旦蒸発させることでマシュマロみたいなムース状になるとか、大きなラメを壊さないようにゆっくり混ぜるとか、パールの周りに油をコーティングして落ちにくくしているとか、
アイカラーだけじゃなくてアイブロウにも使えるマットなカラーも紹介されています。そうだからアイカラーとアイブロウカラーを一つのパレットにまとめるっていうこともできます。あとは別売りで L、M、S サイズとあって自分で好きなようにカラーをカスタマイズできます。ケースも中身もそんな高くないんですよね。